ことぶき美奈子のパンパンマジことぶきということで、真ん中わけの美奈子がお届けする今回のことぶき美奈子のマジことぶきです。なぜこんな謎のテンションなのかと言いますと、今回のこの動画が今年最後の動画になります。皆様2020年も本当にありがとうございました。2020年ね、皆さんにとってどんな1年でしたか？きっといろいろな思いもあると思うんですけれども、私にとってもちろんいろんな思いもあれど、ことぶき美奈子のマジことぶきという場所ができたことは本当に本当に嬉しく思っております。なのでこの動画では今年の振り返りをしていきたいんですけれども、まあ普通にするのではね、あれかなというふうに思ったので、このことぶき美奈子のマジことぶきのチャンネルにまだ上がっていない未公開動画と一緒に今年を振り返っていきたいと思いますので、チェックラン！マジことぶき！では、早速振り返っていきたいんですけれども、最初はイギリスに来る時の様子です。はい。おはようございます。今羽田の国際線に来ました。感動のみんなとのお別れをして、今出国したてほやほやですね。さということで、ご飯はやはり最後は日本食いただきます。出国してこの免税に来たら、必ずまあスフィアのメンバーと一緒にお寿司を食べに来たりしていたので、思い出の味を堪能したいと思います。ボロボロこぼれた。さあ次はあちらに行きたいと思います。お買い物に来ました。ここはね、冷静に見て気持ちを高めました今。ということで免税ジャングルに迷い込みましたが、日本製のコスメは買わずに我慢しました。さあということで、まもなく登場です。バイバイ、日本行ってきます。マジことぶき。はい、ということで、イギリスに来るときは、まあ、3月だったんですけれども、やはりね、いろんな思いがもう渦巻いてるわけじゃないですか。ついにイギリスだっていうこともそうなんだけど、本当に行けるのかな、大丈夫かなとか、寂しさももちろんありましたし、そういったいろんなものが渦巻く中で、飛行機、ビジネスクラス乗りました。そう、今回やっぱり新型コロナウイルスの感染が結構ね、拡大化され始めている頃の移動になるっていうことだったので、もともとエコノミーを予定してたんですけど、ビジネスクラスに移動しようかなっていうので、アップグレードしてみました。なので、ちょっとね、シャンパン片手にみたいな感じもあったり、あとスリッパをいただけたり、そのスリッパはね、今も大事にキャリーの中に入ってます。はい、ということで次にご紹介したい動画がですね、実は私このホストファミリーのお家に来る前に自主隔離というのを自分で設定して、その時に住んでいたのがロンドンではなくオックスフォードに住んでおりました。なのでその時の模様をぜひご覧いただきたいのですが、その前に一言、本当にまだことぶき美奈子のパンパンマジことぶきが生まれる前ぐらいの、本当にひよっこのひよっこのひよっこぐらいの頃の私の動画ですので、見守っていただけると幸いです。どうぞ。マジことぶき。というわけで皆様おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。マジことぶきです。名前が違う。ことぶき美奈子のマジことぶきです。ことぶき美奈子のマジことぶきか、合ってるかな。ということで、イギリスでお届けです。はあ、このお部屋は今のお部屋です。見えるかな、ここにうさちゃん。この子はもう5歳の時から一緒にいます。だからね、色がだいぶ焦ってますし、後頭部には毛玉がねできてたりとかします。
この時は初回の動画を撮影していたので大好きなうさちゃんやメイクマを紹介させてもらっておりました。今日は無駄にあのこっち側に GoPro のカメラも回してみたりとかしてるんで、ちょっと今日でね行ってしまうかもしれませんが、こういうの動きが多い時に2つ回せばいいのかな。こうやって本当に私の YouTube はですね、まだまだ未知数で、私自身もできることを頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、見守っていただけたら嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はこの辺で、ことぶきみなこのマジことぶき、ことぶきみなこでした。バイバーイ。オックスフォードの公園を散歩した時のまだ不慣れな締めのトークをご覧ください。忘れてました、ことぶきみなこのマジことぶき、タイトルも紹介も取り忘れて散歩をしておりました。そして終わろうと思います。ちょっと寒すぎるので短い時間でしたが、イギリスの街並みを楽しんでいただけていたら嬉しいです。よかったなと思った方は、あ、晴れてきた、いいね、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。マジことぶき、はい、ということでマジことぶきみなこですみたいな、そんな感じの拙い拙い挨拶とともに、このオックスフォードの動画は実はお蔵入りになってたんですけれども、こう言ってちょっとね少しお恥ずかしいですか、見ていただけて幸いです。オックスフォードは自然豊かでね、すっごく気持ちよかったんですよ。なのでちょっとね、こういった状況がいろいろ落ち着いたらまたゆっくりオックスフォード行きたいな。特にあのね、ハリーポッターの舞台になった大学があるので、そこに泊まれるそうなので、いつか行ってみたいなっていう風に思っております。さあ続きましてがですね、これまた実は動画たくさん撮ってたイースター、思った以上に私はイギリスのクリスマスはもちろん盛大だなって思ったんだけど、イースターがねやっぱ日本であんまり馴染みがないから、ちょっとずつこうイベントっぽいことあるけど、本格的なイースターってこういう感じなんだっていうのを体験したイースターでした。なのでそちらで録画していた動画、ぜひぜひちょっと見ていただきたいです。どうぞ。イースターとはイエス・キリストの復活記念日、寒い冬が終わりキリストの復活祭とともに春の到来をお祝いします。イースターに必須なイースターエッグなどを飾り付けていきます。土曜日になると鳥とか卵とかそういうのをつけた帽子をみんなでかぶるコンテストがあるということで、こういう子がいっぱいいるらしいです。というわけでできました。からのお気に入りはこの明るい色のエッグたち。まあこの子かわいい。卵のキャンドルで折り紙。続いてはイースターエッグにペインティング、色付けされた卵に絵を描いたり可愛くデコレーションしていきます。私はスフィアをイメージしてプラネットスフィアをデザインしてみました。最後はイースターボンネット作り、こちらはイースターの時にかぶる帽子、可愛く装飾してパレードに参加したりイースターボンネットのコンペティションもあるそうです。今回こだわったポイントは、まずお手頃価格で完成させる。実はこれ全て合わせても1000円ぐらいしかしていません。やっじゃーん、すごっ。はい、というわけでこんな感じに仕上がりました。どうでしょうかマジことぶき。イースターボネットとか、ちょくちょくね、ブログの方に載せさせてもらってはいたりしたんだけれども、どういう風に作ってたかとか、なんかその、卵に対してだったりとか、お菓子だったりとかね、食べるもの、あと飾り付け？イースターってこんなに楽しいものなんだっていうのも初めて知りましたし、一番ね、本もたくさん読んだ気がする。イースターとはって書かれてある絵本だったりとか、あと YouTube にあるオーディオブックだったりとかっていうのを聞いて、知らなかった
文化っていうのを知ることができた、とっても濃い時間だったなというふうに思います。